ルイスエレラルイスエレラは、コロンビアクンディナマルカ県のフサガスカ出身の元自転車競技選手。愛称は、ルーチョ・エル・ハルィネリートでフサガスが、11歳の時に母親からプレゼントされた自転車で通学とサイクリングを始めるが、その後家業の手伝いのために4 0トル離れた首都ボゴタまで花の配達のために毎日往復をするようになる。愛称の エル・ハルディネリーとはこれにちなんでいるが、大量の荷物を積んだ参道の往復は、自然に、コーチトレーニングとなっていた。プロ選手としては1985年から1992年までの、キャリアだったが、アマチュア時代である1984年にツールと、フランスへの出場を果たしている。しかもその年のラルプ・デュエズのステージを制した、コロンビア国籍の選手が、ツールにおいて、 区間優勝を果たしたのはこの時が最初だった。エレラのこの活躍に触発されて、翌1985年、カフェ・ド・コロンビアがスポンサーとなったプロチームが誕生し、エレラはチームリーダーとして2度目のツールに出場。前年以上に得意の山岳コースでベルナール・イノーラを苦しめる走りを見せ、区間2勝に加え山岳賞も受賞。総合成績も7位と検討した。 1987年、この頃にはすっかり、三角王としての異名が板についていたエレラが、ついに、グランツールを制することになる。同年のブエルター・エスパーニャで、総合優勝を果たしたが、区間2勝に加え、三角賞も受賞した。また同年のツールでも、三角賞を受賞し、総合成績も5位に食い込む。翌1988年のツールでは、総合6位に食い込み、 また同年のドーフィネ・リベレでは総合優勝を果たした。1989年、エレラはこの年初めて、ジロでイタリアに出場、定番ともいえる、三岳賞をここでも制し、フェデリコ・バーモンテス以来、史上二人目の、全、グランツール三岳賞受賞経験者となった。その後、リアント・ポストボンに移籍した1991年には二度目の、ドーフィネ・リベレを制し、 またブエルタでは二度目となる、三学賞も受賞したが、翌1992年に引退した。後のインタビューによると、当初は91年で引退の予定だったが、自分やファビオパラの後を継ぐ後進が育っていないことを危惧したための現役続行だったという、最後の年にもジロで区間優勝を遂げ、満足して引退することができたと語っている。ありがとうございます。